可愛いなんてもっと褒めてくださいです。アイテム番号 SCP-124JP J オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-124JP J の収容違反が発見された場合、該当サイトに機動部隊へ1、メアリーとスーを派遣してください。機動部隊は該当サイトにて SCP-124JPJ または SCP-124JP J のコピーを発見し、速やかに処分してください。また、収容後は機動部隊を含めた関係職員すべてにクラス B 記憶処理を施してください。説明、SCP-124JP J は21項目のチェックリストが記述された A4 サイズの普通紙です。項目の内容に変化はありませんが、点数は各収容違反ごとに異なる場合があります。1チェックリストを視認することで、B クラス以外の財団職員はミーム的認識災害に感染します。SCP-124JP J にはこれ以外の特異性が確認されていません。SCP-124JP J のコピーも同様の性質を持ちますが、B クラス職員の読み上げを書き起こした文章には感染性がありませんでした。以下の文章派読み上げをもとにしたチェックリストの内容と類推されるものです。というわけで、これからチェックを行います。皆さん、準備はよろしいでしょうか？はい。はいです。ご視聴者様もメモ等をご用意の上、ご自身でチェックしてみてください。種族について。生物でないプラス7。はい、なのかな？私は半分ですね。切り捨てでプラス3にしておきます。人、ホモ、以外の生物であるプラス5。これも、はい、ですよね。これも私は半分ですね。同じく切り捨てでプラス2にしておきます。人のオスであるプラス1。これは、いいえ、ですよね。これも私は半分、じゃないですよ。メスであるプラス3。はい。はい。人だが性別がオスメスで単純に分けられないプラス4。いいえ。いいえ。外見について。時代の一般的な価値観において美形であるプラス6。これはお二人とも答えにくいでしょうから、私の方から。お二人ともとっても美形でございますのでプラス6してください。あら。まあ。美形ではないが特徴的な外見をしているプラス5。こちらも私の方から、お二人とも、該当せず、です。人として不適切な、獣の特徴など、外見をしているプラス7。こちらも私の方から、お二人とも、該当せず、ですね。あ、ご視聴者様、総重量 300g を超えるピアスや、体量の 10% を超える入れ墨もこちらに該当しますよ。それ SCP-16JP の侵食性ピアスじゃないですか。8からの通報により、SCP 財団から部隊が派遣され、視聴者3が収容されました。年齢について。年齢不詳であるプラス5。事実的にははっきりしているのですが、まあ女性はみんな年齢不詳ってことで。人として妥当でない長寿であるプラス9。人より短かったしな。そうなるとは思うけど、今はまだちょっとわかりませんね。外見年齢と年齢に不自然な差があるプラス6。年相応ということで。ですね。健康について。死亡からの復活が確認されているプラス10。いいえ。半分だけ？心身に何らかの障害を抱えているプラス5。いいえ。いいえです。過去について。財団へ雇用される以前に、それだけで小説の書けるような、過去があるプラス8。はい。現在も絶賛書かれていますし。そしてそれは財団に関係しているプラス6。B
方なのでしょう。あるかもしれませんが、未確認ですね。特異性について。ミーム汚染されているプラス6。おそらく。いいえ。汚染されてないミオン。恒常的にオブジェクトの影響下にあるプラス7。いいえ。影響なんてないミオン。オブジェクトやミーム汚染に関係ない、特異な能力または性質を持っているプラス8。ヘイフォーは、該当しませんよね。なら、いいえ、です。ハンディとかですよね。財団以外の組織との関係について。要注意団体と関係があるプラス7。いいえ。高魔官とかはクレイギンラとかでしょうか？それらは要注意団体リストには入っていないようですね。なら、いいえ、ですね。各地の伝承に痕跡を残しているプラス10。こちらはお二人とも、はい、ということで。ああ、そうですか。表記です。素行について。財団から問題視されている面があるプラス5。こちらはお二人とも、いいえ、ですね。以上です。お疲れ様でした。チェックリストは主観的な表現が使われているため、同一職員を対象とした採点結果が採点者によって異なる場合があります。SCP-124JP J に暴露した職員は必ず自己採点を行います。採点結果により職員の行動は二通りに分かれますが、他の職員に対しても採点を行うことは共通しています。自己採点24点以下の職員は点数の低さが職員としての優秀さであり、25点以上の職員は解雇すべきだと考えます。自己採点25点以上の職員は点数の高さが職員としての優秀さであり、24点以下の職員は解雇すべきだと考えます。両者とも排除行動として人事部及びサイト管理者への嘆願、激しい口論、データ削除済み、を行います。SCP-124JP-J はサイト、81、から応募、に向けて全職員の解雇が要請されたことで発見されました。機動部隊によるサイト、81、の制圧後、人事部の書類から最初の SCP-124JP-J が収容されました。サイト、81、全職員は問題なく記憶処理されました。SCP-124JP-J は不定期に財団で収容違反を起こすため、要注意団体に対する財団への妨害行動の一環の可能性が指摘されています。また、SCP-124JP-J の性質に影響され、財団職員としてふさわしくない、という理由によって職員を解雇する行為は現在禁じられています。